皆様いかがお過ごしでございましょうか。南風チャンネルでございます。今日ちょっとね、売り出し情報ということでご紹介をさせていただきます。これはうち出身の車両ですね、ダホンのビスクで、これエボになる前ですね、 P20 です。ホイールが406の20段変速だった頃のものですね。で、まあ、ちょっとね、お客さんの方からもうちょっとなかなかこう乗る機会がなくなってきたのでということで、ご連絡ありました。ね、基本的にはですね、うちの出身の車両らしく、あんまりこう、ゴテゴテいじったところはなくて、まあ、いじったというか、付け加えたところですよね。泥雪がつきました。ターンのカーゴラックがつきました。で、グリップがエルゴンになってますよ、という感じです。あと、タイヤがシュワルベのデュラーのですね、の406。もう多分これ幅が28ミリぐらいだと思いますけど、それになってますよと。で、ビュンビュン飛ばして走ることはもうもちろん得意なんですけども、ね、荷台とかいろいろ装備されているのを考えれば、ね、後ろに見えてます。カゴ乗っけたりとか、サイドバッグつけてツーリングとか、タイヤをね、例えば 1.5 のマラソンとか、ああいうのにしてあげれば、自転車ね、のツーリング、全然得意ですよというような感じの車両になると思います。で、見ましたところ、特にね、なんかおかしいなところもあんまりない、すごい大事に乗っていただいたのがよくわかる状態で来ておりますので、まあ、いろいろ大丈夫なんじゃないかなと思います。まあ、であとはね、販売後に関してはメンテ云々っていうのは私の方で、大体まあ、まあもちろんね、何でもかんでもっちゃけにいきませんけど、できることは、最善を尽くしたいと思っておりますので、ちょっと気になるわね、というような方は、ぜひぜひお問い合わせをいただきたいと思います。